よもや、よもや高収入。今回はド派手なところ行くか。煉獄教授寮グッバイ宣言。もうそれ死亡フラグじゃないか。絶対死ぬやつじゃん。見栄を張って生きろ。胸だね。知らない。知らぬいだね、それ。不随がダメ。ダメすぎる。Wi-Fi 弱いからね、電源。車が戻ったのは不幸中の Wi-Fi だね。そういうなら幸いだ。ちょっと待って、京次郎の顔がマイメロみたいになってるよ。なんだこの顔。岐阜走る煉獄。懐かしいね。変なの作るな。クラを掴まれたかまどにパンチを。お前は一生カラオケボックスにいろ。カラオケボックス。カラオケボックスじゃない。カラオケボックスだ。カラオケボックス。お前の耳は死んでるのか。音柱で耳が悪いって最高だね。7センチ先の音ならな、何でも聞こえるぞ。難聴だねそれ。アニメでは譜面が完成したとかお前言ってたけど、あれ全然完成しなかったんじゃないか。ふう、面倒だね、譜面だけに。たち柱の給料はいつくれるんですか。うちは給料未払いだ。ブラックだからね、無残を倒すまではあげないよ。嘘だろ。親方様から給料をもらいました。胡蝶、それは内緒だよ。申し訳ないです。引き続きならないことだ。枕台だよ。枕台。おーおーおー、もう言っちゃったよ。甘露寺と胡蝶には奮発してるからね。さすが親方様です。なんかどんどんどん言ってる。生活音すごいね。違うんです。大工さんがいるか。出し飼っているウサギなんです。あ、そういうことか。胡蝶、金魚じゃなかった。あ、金魚、先日飼われていたのですが、熱中症で死にました。死にましたの言い方がなんかひどいね。明るいね。胡蝶、こんなにサイコパスだったのか。胡蝶してると信じたいけどね。胡蝶だけに。続いてキリ数勝負だ。キリ数が一番弱い柱は降板させるからね。親方からちょっと降板させる。名をつけろ、うずい。申し訳ない、親方様。ふざけてるのか。なんか夏のように暑いな。俺が車を持ってくるぞ。よろしく頼むよ、教授。俺が来るまでよく来ない。お前寒すぎるぞ。煉獄さんがいなかったら変わっていましたよ。俺は冬場には貴重な存在だ。夏になったら京次郎と姫島は暑苦しいからね。蝶屋敷には入れないんだ。天元のところに集合だよ。迷ってきました、やめてください。天元どうしたんだ。これで事故ったらお前もう片腕も潜ぞ。潜るよ。親方さんが潜るよ。ちょっと柱にはそういうやついらないからね。親方様は胡蝶を起こさずに物資を漁っているぞ。そうだ、クズだ。俺たちはね、俺たちは女に優しいから。じゃあ私はスポドリを飲む。クズだな。クズの鏡だ。親方様、その武器は遠距離用じゃありません。ここで大将をこそこそ噂話で、方様は遠距離でもショットガンを使うぞ。最後まで見てくれてありがとう。この動画が楽しいと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。